これはロンジンの、軍用時計ですね。ミリタリーウォッチです。これはですね、かなり小ぶりでして、30ミリ、まあ、3センチですね。あるかないかだと思います。これが、まあちょっと比較にならないかもしれないけど、レマニアのワンプッシュの軍用時計ですね。比べますとね、かなり小さいんですね。もちろんオメガとか、他の第二次世界大戦モデルに比べると小さいんで、第一次世界大戦ぐらいなんじゃないかなと思いますね。で、バーも、はめ殺し、フィックスタイプの、バーではありませんので、取り替えられるようになってますね。で、スクリューバックの裏蓋なんですけれども、開けると中蓋がついてます。で、こう対磁性の中蓋がついてまして、これはなんかこんな感じですね。ロンジン。番号は表の番号と中の番号と入ってます。で、こっちにはブロードアローは入ってないですね。まあ、この年代の時計にしてはしっかりしたケースなんですよね。で、まあ、クリーム色の、アイボリーみたいなクリーム色の文字盤なんですけれども、まあ、これはまあ当然この文字盤の色からして、陸軍ではないと思うんですよね、空軍じゃないかなと思いますけど、機械はですね、ちょっと開けてみましょうか。あれ、開かないかな。来ました。金メッキのこういう機械入ってます。手巻きの機械です。ちょっとわからないですけど、昔購入した時計なんで、まあこういう時計があったっちゃあったと思うんですけれども、対磁性の中蓋のついている、イギリス軍、多分空軍だと思うんですけど、まあ特殊な用途ですよね。まあ、潜水艦とか空軍とか、何かこう見やすいためにこういう文字盤を変えてるんですけど、空軍だと思いますね。古いと思います。かなり第二次世界大戦モデルではないですね。はい、ロンジンのミリタリーウォッチでした。